えー、ではあ今日はアスト市民大学2 0 2二2二年度後期いい開校についての学長挨拶ということなんですけど、まあ、実はあのもう10月8日から始まってましておおこの学長挨拶っていうとウェブでいるのろちょっと。 <laughs> 忘れてまして、えー、遅れ忘れながら、すみません。10月8日から3月25日までです。えーえー、っと、こういうスケジュールで、えー、やっております。えー、もう、行きの異界と漱石の憂鬱っていうのが終わったんですけど、あ,あと、戦後思想史荒カルト。 高根、えー、ひ秀博さんという、まあ、イラストレーターの方であ非常にその面白い,い,い漫画と漫画によってですね、えー、いろんなことを説明していただけるんで戦後思想史についてもあユニークな見解を持っておられるようなんで、えー、楽しみにしています。で 1400年期ですね聖徳太子の。えー、それを記念しまして、えー、小島健次郎さんが、これはあの元 NHK チーフアナウンサー、NHK の,のアナウンサーの方で、まあ、それ、終わられてからいろんなあ形で講演されておられるんですけど、 えー、世界遺跡とかを回ったり、から文化のことについて非常に深く研究されてまして、聖徳太子と法隆寺の話、これは非常に楽しみですね。それから12月10日は八田の鏡と天照の誕生というわけで、まあ、伊勢神宮をめぐって天照信仰がどのように起こってきたかと。 いいうふうふななお話かなと思いますね、えー、南光弘さんはあ東大阪の古代史研究家でうんその地域の古代史研究を、えー、リードされており地域の歴史も、まあ、深いんですけど古代史に関してもそう非常にあの造詣が深いんで、えー、楽しみですね。 アマテラス神話のがどのように作られたかというふうなお話だと思います。それからあその次は中国文学の下佐渡正宏 <laughs> 先生、えー、祖父派のお話をしていただく、えー。非常に酒好きやったそうなんで、酒と人生ということですね。えー 下定先生は中国文学でも漢詩が中心ですね。ですから、徒歩学会の会長もやっておられます。えー、そういうことで、まあ、中国文学、日本における中国文学では、まあ、権威であると言えますね。それから、1月14日まで、下村敏之先生、 これは、医学の麻酔の先生ですね。麻酔について、あのえー、歴史と実際について、いろいろお面白いお話をしていただけると思います。えー、<laughs> これはあのいつもあのアストではですね。えー 健康についてのお話を一つ入れ,入れようということになっております。それから、あ2月4日はですね、えー、陳ン先生。これはあの、京都大学人文科学研究所の研究員なんですけど、中国からあ日本に、うん、来られまして、えー、日本で、えー、中国、感じる研究、中国文学の研究を されていまして、まあ彼の一番専門は甲骨文字だそうですね。えー、私もあの陳少先生にはいろいろあの古代の文献につの解読について、えー、やはり中国人でないとわからないことが多いわけですから、あの伺っていますね。随所大国伝の解釈なども。 陳先生のおかげで、えーえー、なかなか役に、ね <laughs> えー、いろいろ教わるところがありますね。同、えー、訓,訓維持の面白みっていうのは例えば「すなわち」っていう、えー、漢文で「すなわち」が出てくるんですけどあのいろんな字で「規、あ、則の則、ー、って書いて「すなわち」と呼んだりですね、うん あの「即時」っていう、うん、すぐの意味ですね「即時の即、ね」の、えー「即」ねで「すなわち」と呼んだり「脳って書いて漢字の「脳がありますねであれが「すなわち」と呼んだりまあいろんなまあその他にもいろんな <laughs>「すなわち」あるんですけど、えー、そ,れそれがね微妙に意味が違うんですすなわち」と呼ぶんだけどまあ日本人から見たら同じような意味にも 思うんですけど、やっぱ使い方がが微妙にあの意味違だからそういうような説明ねそれ,それはも,うもちろん素直ちだけじゃなくてたくさんあ,のあるんですよ。<laughs> で漢文あのそのうこういう場合にはこの字を使わないといけないっていうなぜその字になってるかっていうことがね、えー、分かると非常に面白いと思いますね。 えー、そういうわけで、道訓維持の面白い、それから2月25日はですね、あの田畑稔先生、この人はあの哲学者として、えーまあ、非常にこの高名な方なんですけれども、えー、ソクルテスの弁明を読むということで、生活の吟味としての哲学。 哲学といっても頭の中で観念体系をこさえ上げてですね、それでまあ解釈する。観念的な哲学もありますけども、生活を吟味する態度としての哲学ということでしょうね。これはなかなか役に立ちそうですよね。えー、そういうことです。だから3月4日と3月25日はあの私が 格調校に。ということで、やらせていただくんですけど、えー、それはあの、やはり、学問というのはあ、思い込みだとか、あそのえー、取り違えだとか,あどういうんですか、習慣的に、まあ、決めつけてきたようなことが、 実,実は違うというようなことを明らかにすることによって、えー、頭脳をリフレッシュしたりですね、えー、今までの生き方を反省したりするきっかけになりますよね。だから名門名網を得くっていうかそういうのが学問であるそうするとその時代の名門というものが各時代にありますね。 えー、思いい込みみたいなものそれをどういうもんやったかという、えー、言えるわけで例えば古代だったらその住吉明神と桂のついかげとなってますけど、まあ、これは住吉明神というのはあ沖縄新しい名、えー、神宮皇后ですね、えー、と、まあ、コンビニになっているんですけど住吉大社 聞かれたら住吉明神っていうのは実はあの住,住吉三神って三つの神様ですよね上筒の中筒の底筒の,底筒のという海原の神様なんですよ。でそれだけじゃなくて沖縄たらしい名神宮皇后も祀ってるんです。それはあの上筒のと沖縄たらしい名が、まあ、言いなくて。 いい中であったから、恋仲というか男女関係にあったわけですね。えー、あのその男女関係から実はということでね、あのー、天皇家の結局血統に関わるその万世一系という思い込みに関わることなんですね、住吉から 源氏物語は大いに関わっててまして、えー、光源氏がですねあの富士坊のとできてそれが実は天皇の子だということで、えー、天皇の子だということにして天皇になっちゃったでしょう、まあ、そういうふうにものの紛れっていうのが必ず起こるということですね、えー、それをどう言っているのが源氏物語である。 物の紛れっていうのは実は万世一系っていうのは虚盲であるということを意味しているわけでそれは古代のつまり権威っていうものが血統によって古代っていうのは血統が,とえ血統が尊い人が貴族になりまあ支配者になるということですからその血統の尊さというのは実は虚盲なんだということですねだから古代を支配している の実は虚毛の原理なんだということを説いているのが「芸人物語」であるというふうに考えたらこの住吉文字の一つのキーワードになりますね。それから「桂の月影」は古代の貴族文化において美意識の中心がですね桂の月なんですよね。で桂が月の名所であるとそれはなぜか。 というねえー、それ考えるとですね、えー、あの面白いんですけど、まあ、それの話ですね実はラ、まあ、は月の名手かどうかそれがまあ古代の凶暴であるということですね、えー、なかなかあの、まあ、私は面白い話だと思っているんですけど、えー、そうみんなあの思い込んでるんですねラが月の名手だと。 源氏物語をあの解釈する人もですねそういう思い込みによって、まあ、解釈してるんですけど、えー、古典文学源氏物語の研究者とかあるいは作家いますよね源氏物語、えー、あの与謝野明子だとか。 寂聴とかいますよん。それは皆、桂があ月の名所でね、えー、淡路の月は淡としか見えないと思っているわけですね。それがあの原人物語よく読むと、そうじゃないっていうことが書いてあるんですよ。 に我々はとらわれがちやとそれはなかなか固定観念になってるから、ね、抜けないんですよでそれを実は費用し,してんのが「のガサリだっていうことですねこれはなかなかあ面白いんじゃないかなと自分では思うんですけどそういうふうにまあ古代の名門代表的なものとでその時代その時代にやはり思い込みっていうものがあって それがその時代の美意識なり価値観なりを支えているということですね。だから近代の名門何か言ったら近代は勤労社会ということですよね。近代は勤労社会で勤労によって富や価値が生み出されている。特に資本主義の体制の中では企業に雇用された労働者。 の労働が価値を生むっていう,うな考え方が強いわけですね。それだけがまあ価値を生むみたいな。思い込んでいる。ところが20世紀の終わり頃からどんどんその省力化が進んでいく、い21世紀の中頃にはまあほとんどえ雇用労働者はいなくなっていくと、一割未満になると。いう,ふうな ことが言われてますね、えー、そうなってくると富はじゃあ全然増えないんはったらどんどん増えてい <laughs> くわけですね。では何が富や価値を生み出しているのかということになったら生身の人間だけが富や価値を生み出しているわけではないんだということが分かってきてそれが近代の虚毛であると。そううしたらじゃあ生身の人間はあーどういうことに どういう形で価値を生み、えー、富を生み、文化を産んで生むことができるのか、今こ,これからもね、えー、そういうことをあの考え直さなければいけないわけなんですね。だからその近代の虚謀について語ろうと,ということなんです。えー、まあそういうふうに、えー、計画しております。であの挨拶 <laughs> 挨拶もパッと呼び上げます。 えーまあ、アスト市民大学2022年度後期開校にあたり、えー、ご挨拶申し上げます。いよいよ2022年10月8日より後期プログラムの開校になりました。コロナ禍が続く中、引き続きご支援いただきありがとうございます。市民大学は日頃気づかなかったこと、思い違いをしていたことを知らず知らずに、陥っていた名簿を気づかせ、 頭脳をリフレッシュしていただけますようバラエティに富んだ話題と多種多彩なご主人を揃えまして皆様のご参加をお待ちしております第1回の竹内真澄さんの「諭吉の愉快と漱石の憂鬱」でもまさか天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと生まれながらの平等を説いた諭吉が 台湾の植民地化にあたって原住民の皆殺しを説いたとか漱石が資本主義を他人の自己本位を否定する体制として批判し第二のフランス革命を予言したなどぶったまげたお話が聞けましたねまた世界が違って見えてきたのではないでしょうか NHK の「チコちゃんに叱られる」では 5歳のチコちゃんが普段気づかなかった身近な慣習の訳を尋ねて答えられないと「ぼーっと生きてんじゃねえ」と喝を入れてくれます。アスト市民大学で頭の選択をして物事を生き生きと見れるようになればきっと活力もつき生きていくのが楽しくなり元気に長生きできるのではないでしょうか。そうなればいいな という思いで、これからも頑張っていきますから、どうぞよろしくお願いいたします。じ米ということえ